クネジャは、ブルガリア北部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、プレベン州に属する。町の名前はおそらく、スラブ語で、太鼓を意味する、カニアスに由来するものと考え、地元の豪族が、オスマン帝国による侵略から住民を守った、ことによるとみられる。クネジャの町は、プレベン州では、プレベン、チェルベン部略に次いで3番目に規模が大きい。 地元の見どころとしては、丘の上に建てられた高さ17メートルの鋼の十字架がある。十字架の建造の資金はすべて寄付で賄われている。十字架の表面はルミネセンスにより発光するようになっており、夜間はイルミネーションされて輝いている。十字架はスコピエの丘の上にあるものと類似しているが、大きさはより小さい。クネジャにはまた歴史博物館や アマチュアによる演劇が行われるチタリしテがある。1924年に創設された農業アカデミートウモロコシ研究所はクネジャに置かれている。著名な出身者にはシドニーオリンピックで金メダルを受賞したグルビン・ボエフスキやサッカーブルガリア代表のバレンティン・イリエフブルガリア、軍の将軍でブルガリア議会の議長を務めたフェルディナント・コゾフスキなどがいる。 クネジャ基礎自治体にはその中心であるクネジャをはじめとする以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。